今回はどんなにぎやかなイベントなんだろうな。あれあれ、旅人にパイモンじゃない。偶然だね。道端でこけたらモラが落ちてた時よりもっと偶然。ちょうどあなたたちの話をしてたんだよ。久しぶり。その様子だとまた道中面白い物語をいっぱい仕入れたみたいだね。うんうん、僕が思った通りだね。さっきは何の話をしてたんだ？遊ぶとこか、美味しいもんの話か。それはね、とある一人の旅人が彼女の仲間と2人いろいろな国を旅して回り、3種の友と出会い、5つの湖と6つの海を越え、七転び八起きに九死に実証を得て。なんでだんだん悲惨になってくんだよ。近頃石門中で美味しいお酒とおつまみが話題でね、急遽みんなで8杯7コンとお酒を飲んでロック詩を5つ書くことにしたんだ。四方を巡ってきた君に、ぜひこのミコとフタコとから一発でどんなイベントか当ててほしいんだ。その通り、モンドとリーゆえ合同開催のシーカ大会なんだ。解答祭の時、僕とフータオが交わした約束を覚えてる？うん、機会があったら一緒にしようよもって言ってたやつだよな。まさにあの晩餐でウェンティさんからただならぬ風雅さと品格を感じ取ったの。これはもう貴重な知識を得たと思って、それで今回ついにそのチャンスをつかんだってわけ。同種であるこの私自ら玉境内にお願いしたり、セピロス騎士団に連絡したり、まさに東奔西走だったんだから。シーカを分かち合い仲良くするという原則にのっとって開催される、その名も両国シーカ握手歓談会。変な名前だな。リーゆえの詩は広く知られていて、一方モンドは詩とお酒の都として名高いからね。せっかくの交流の機会なんだからできるだけ賑やかな方がいいでしょ。僕とフータオは司会をやるんだ。と言っても僕はリーゆえの詩の韻律を勉強したばかりだから、さっきのはちょっと拙かったけどね。またまた、ウエンティさんのさっきの返し超イケてたよ。褒めすぎだってば。なんだか面白そうだな。オイラたちも参加しようぜ。なんたってオイラお前の腕前を知ってるからな。この前だってすぐ下の句を返してくれただろ。ほら、風たちのうちに風立たぬ。ほうほう、才能あるじゃん。どうやら本番はもうちょっと難易度を上げなきゃだね。そっか、お前たちシーカ大会でやるイベントのことを話し合ってるんだな。あれあれ、パイモンったらすごい、どんどん賢くなってる。間違うんだけど。え、待てよ、ハズレなのか？実は僕たち特別なゲストを招待しようと思ってるんだ。言ったはずだ、我は行かないと。ショウ、いたのかよ。我は詩を書いたことはない、ましてやその論評など。それに我はご視聴を追うもの、人間が多く想像しい場所など言語道断だ。知っているだろう。そう言わないでったら、何事も初めてってのがあるんだよ。誰しも地に草一つ、木の鳥2匹から始めるんだから。仙人様は直接お顔を見せなくても近くの山とかから応援してくれるだけでもいいんじゃない？こんな旅館に近いこともめったにないんだし、面白いものもたくさんあるみたいだよ。降りてブラブラするにはちょうどいいでしょ。それにかの名高い旅人もいることだし、何にも心配することはないよね。考えておく。そろそろ時間だし、君たちは会場に行ってみなよ。結構いっぱいお友達が来てるみたいだよ。そうそう、私はウエンティさんと開会の詩について話し合いたいし、ちょっと遅れるね。仙人様にももうちょっとダダをこねられるかもしれないし。うん、じゃあオイラたち先に行ってるぞ。うわー、にぎやかだな。もうこんなに人が来てるのか。知ってる顔もたくさんだ。挨拶しに行こうぜ。おや、これはどうやら今回のシーカ大会はつわもの揃いのようだね。ひひ、ゆくあきと蝶音も遊びに来たんだな。もともと山へ鍛錬に行こうとしていたんだが、途中で当選簿されてここに引きずられてきたんだ。そんな言い方はないだろう。これは二国間の友情を深める盛大な会なんだ。妖魔に邪魔をされないようにするのがリーユへの奉仕たるものの責務じゃないのかい。それにこれを機に世の義教心ある人々と知己になれたら素晴らしいことじゃないか。さっきだってあのモンドの助教がどのようにしてあれだけ重たいものを持ち上げていたのか気になっただろう。ノエルのことか。あいつはすっごく力持ちなんだぜ。おや、二人の知り合いだったのかい。なら後で僕たちにも紹介してほしいな。はあ、分かった。でも調べると約束した件は忘れないでくれ。僕はそのために来たんだからな。え、何のことだ？もちろん忘れていないよ。パイモンもそうせく必要はない。その時が来ればわかるから。ん？急がなくてもいいのよ。ディオナ、旅人にパイモン？あなたたちも来たんだ。ディオナはお酒を作りに来たのか？そう、私は今回のイベントのためにキャッツテールから派遣されてきたの。モンドの酒造業を代表するバーテンダーってわけ。モンドの酒造業を代表？オイラの知ってるディオナならそんな肩書きめちゃくちゃ嫌がりそうだけど。もちろん嫌だよ。でも私にしてみればこれはモンドの酒造業をぶっ壊す千載一遇の大チャンスなの。それってつまりいろいろ変なものを入れて超最悪なお酒を作っちゃえばモンドのお酒なんてもう二度と売れなくなるんだから。ああ、まあ逆効果になる気がするけどな。見てて、今度という今度はこのチャンス絶対ものにしてみせるんだから。ちなみにディオナもみんなと詩を作るのか？しか酒場で吟遊詩人が歌ってるのを聞いたくらいで自分で書いたことはないかな。じゃあ一緒にやってみようぜ。絶対面白いぞ。いいよ、時間があったら言ってあげる。旅人さん、パイモンさん、お二人も両国シーカー握手歓談会へ参加しにいらしたのですか？その名前言ってて変だと思わないか？代表だなんてそんな大層なものでは。僕たちはセピュロス騎士団として派遣されてきました。会場の秩序維持と現場の設営のためです。これら机と椅子はすべてノエル先輩がモンドから担いできたもので、僕は何もお力になれていませんが、そんなことはありません。会場の選定や配置ができたのはミカ様が事前に測量をしてくださったからです。多大な貢献をしてくださっていますよ。それに本来なら私こそ先輩と呼ぶべきでは。いやいやそんなのいけませんよ。というかそんな風にかしこまった呼び方はしなくていいですから。なんだか一日中こんなやりとりをしてそうだな、こいつら。団長様から仕事を終わらせることも大事ですが、その上でいろいろと見て回ったり、シーカ大会にも積極的に参加するようアドバイスをいただきました。ですが私は普段詩というものを書かないので、皆様の輪に入れていただけるかどうか。実のところ僕も同じ心配をしていまして。オイラたちも参加する予定だぞ。なんたって旅人は天才的詩人なんだからな。本当ですか？それではそのよろしくお願いします。もしかして詩を書くことも一人前の騎士として必須の教養なのでしょうか？そんな大げさなことじゃないと思うぞ。まあとりあえずそういうことで、また後でな。はい、先生方何卒ご指導よろしくお願いします。あ、ミカ様に先を越されてしまいました。私もお二人にぜひご教授いただきたいです。風はシーカと音符を携え見知らぬ国へと吹き込んだ。水の中には魚が2匹お腹いっぱい食べたとさ。風象徴は金の羽衣、瑠璃に小さな明かりを灯す。米粒さらった山柄去ったイノシシ根っこを掘り出した。皆さん、リーユエとモンドが合同で開催するシーカ大会へようこそ。その名も両国シーカ握手観覧会。私たちは今大会の司会者、リーユエの路地裏に潜む詩人フータオと、モンドの酒場に佇む詩人ウェンティだよ。今大会の趣旨は両国がシーカを通じて仲良く交流することさ。たくさんのお友達と知り合って楽しく過ごすのが何より大事だよ。誰もがみんなお客さん、楽しまなくっちゃ意味ないじゃん。みんな安心して。詩を書いたことがある人もない人もこの大会で活躍できるチャンスがあるんだ。僕に言わせれば詩に最も大切なのは気持ちだよ。自分が普段心に秘めている気持ちやなかなか言えないことを表現するものなんだ。その表現の仕方に優劣なんてないんだよ。みんなに楽しんでもらえるよう、私とウェンティさんでテーマを3つ準備したの。これを3日に分けて1つずつお知らせするよ。それでは早速、1つ目のテーマは詩の謎解きです。謎解きか、面白い。ウォーミングアップには確かにいい選択だ。ふう、いきなり詩を書かされるわけじゃないんですね。よかった。皆さん、会場に吊るしてある提灯には気づいたかな？それこそまさに謎解きのために用意したものだよ。まずは謎解きのお題をみんなで提灯にぶら下げて、そしたら私とウェンティさんがその中から出題するから、みんなで答えてね。じゃあ早速時間をあげるから、謎解きのお題を書いたり飾ったり歩き回ったり話し合ったりして、正解が最も多い人には賞品もあるよ。それでは両国シーカ握手歓談会スタート。どれこの提灯にぶら下げてあるのは揚々たる故郷を忍び、つやつやたる花は満ちる。客人問えば答えていわく、夢を訪ねて宮殿へ行く。うん、いかにもリーユへの詩人が書きましたって感じだな。僕もちょうどそれを見ていました。リーユへの詩は時々理解の難しいものがありますね。夢、天、何か鳥の種類に関することでしょうか。大体の意味だけど、家から遠く離れてて、咲いたら広いとこを埋め尽くして、それでもってすっごく高く遠くに飛ぶみたいな。さすがはパイモンさんです。やはり私は日々の研鑽が足りていないみたいですね。ひひ、そこまですごくないぜ。リーユへに何回か来てたらいつの間にかわかるようになったんだ。あ、わかります。僕も大団長と調査に出ていた時、いつの間にか現地の風土に影響されていたことがありました。でもこの謎かけ、一体何のことだ。高く遠く飛ぶもの。私はまずタンポポが思い浮かびました。それは一理ありますね。モンド人にとってタンポポは思いを遠くに運ぶものですから。ですが、いささか単純すぎたかもしれません。こちらは DA 風のお題ですので、リーユエにも似た植物があるのでしょうか。あなた様はどうお考えですか。わかりました。では答えの候補の一つとしておきましょう。なるほど、ウエンティ様がおっしゃっていたことですね。解釈が理にかなっていて、詩に対して私たちなりに感じ取ったものがあるなら、答えは大事ではないと。ひひ、本当の答えが何だって謎を解いていく過程も結構面白いぞ。他のお題も見に行ってみようぜ。はい、私もモンド風の詩がないか探してみようと思います。ここに書いてあるのは、読みにくい字だな。カクカク四角で切り餅みたい。ごまとか胡椒が入っている。一粒一粒口にしたなら、食べた数だけお利口になる。読んでたらよだれが出てきたぞ。しかも食べるだけで頭が良くなるなんて、そんなものがあっていいのか。パイモン、謎解きというのは表面的な意味をなぞるだけではダメなんだよ。え、じゃあゆくあきは何か分かったのか。それは、このお題はさっきゆくあきが貼り付けたものだ。おお、ゆくあきのお題だったのか。お前ならもっと文学って感じの詩にすると思ってたぜ。今回のイベントは交流がメインだ。モンドの友人たちもそれなりに来ているから、万人に分かるよう書こうと思ってね。その方がみんな楽しめるだろう。ひひ、じゃあ答えをこっそりオイラに教えてくれないか。それはできない相談だよ、パイモン。おとなしく正解の発表を待ってておくれ。ケチンボ。納得がいかないのなら、パイモンもお題を出してごらんよ。僕が頭を使わざるを得ないようなね。やってやる。ビビってなんかないぞ。旅人、オイラを手伝ってくれるよな。そう言ってくれると思ってたぜ。君たちの試作の腕前、期待しているよ。はん、次に会う時は勝負の舞台だからな。お題を出すって言っちゃったけど、何から始めたらいいのかさっぱりわからないぞ。他の人が書いたやつを見てインスピレーションを探してみようぜ。体は小さくて4本足。草を食べないし、水も飲まない。お客が来ても無表情。一日中人を運んでも疲れない。なんかの動物か？それはね、椅子。リオナ、もうわかったのか？それともこれ、お前が出したお題だったり？違うよ。急にひらめいたの。お店の子猫たちをしつけるとき、よく言うから。イスさんたちはお仕事で疲れてるから、足で爪を研がないであげてって。なるほど。謎解きってのはミスリードでみんなを惑わすんだな。あなたもお題を出すの？おう！ディオナのおかげで一つ思いついたぜ。私も何か考えた方がいいかな。ひひ、早速ぶら下げたぜ。ディオナになら答えを教えてやってもいいぞ。別にいいよ。私は商品なんてどうでもいいもん。そうか？じゃあオイラたち、そろそろ向こうに行くぜ。うん、楽しんでね。やあやあ皆さん、もう十分見て回れたみたいね。さあさあさあ、こちらにご注目。私とウエンティさんでみんなが書いてくれたお題を一通り選んだよ。ついでに私たちのも入れたし、ぼちぼち抽選を始めます。選ばれたお題の出題者は最後に答えを発表してね。正解を言えた回答者は1点獲得できて、正解が出なかったら出題者に1点だよ。公平でしょ。もちろん出題者が発表した答えもみんなが納得できるものじゃないとダメだよ。そういうこと。じゃあ問題なければお題の抽選を始めちゃうよ。僕でも分かるお題でありますように。あれ、もしかしなくてもこれは早い者勝ち？僕はここの誰より早く手を挙げなきゃいけない。オイラのお題選ばれるかな？第1問。どれどれ？おっと、これは面白いね。お題もだけど字も独特で、カクカク四角で切り餅みたい。ごまとか胡椒が入ってる。一粒一粒口にしたなら食べた数だけお利口になる。ゆうこあきの書いたやつだ。早く答えないと先を越されちゃうよ。答えはピザだろ。ブブー。出題者が言うまでもなく不正解だってわかるよ。ピザがどうやって頭を良くしてくれるの？おまけにお題のは四角いんだよ。その異国の料理は丸いでしょ。モラミートみたいに。そうだけど、でもピザを食べてると楽しくなるだろ。気分が乗ってきたら難しい問題だって勢いで。わかったよ。おいら焦って適当に答えちゃったぞ。何か他のお料理でしょうか。いえ、これは謎解きです。そんなに単純ではありませんよね。賢くなるもの。こんなことなら普段からもっと本を読んどけばよかったぜ。どうしたんだよ。あ、おお、そにすぐ正解されてしまうとは。これは僕の自信作だったんだけどな。おっと、出題者が正解だって認めたみたいだね。よし、じゃあパイモンが1点獲得。本だったのか。はあ、僕ももっと頑張って考えれば思いついていたかも。ひひ、オイラたちはすごいんだぞ。お前はすごいんだぞってことだ。この1点はお前のおかげだぞ。では2問目は僕が抽選するよ。次は僕もすぐ答えるぞ。万人の高き雲より上、いくいくたる盛雪の中、孤独の寒地に一人佇む。聖剣皆、製品なり。どうやら、リーウェからのお題だね。あ、それは。わかります。お、もうこのお題を話し合ってたみたいな反応だな。これは、上の方の寒いところにある植物か何かだよな。どうぞお先に。ミカ様はセピロス騎士団の正式な騎士であり、私たちモンドの皆様の代表ですから。いえいえ、そういうわけにはいきません。思いついたのはノエル先輩の方が早かったんですから、どうぞお先に。私の答えも正しいとは限りません。それに回答のチャンスをつかまれたのはミカ様ですし。そうは言ってもですね、やっぱり僕はノエル先輩の後でしたから。大会の場でこんな譲り合いの精神が見られるなんてね、素晴らしい光景だよ。じゃあ同時に答えを言ってもらおうかな。2人とも正解だったらそれぞれに1点ずつってことで。ああ、いつの間にかそんなことに。どうやらグズグズしすぎたみたいですね。ではノエル先輩。はい、私たちの答えはセシリアの花です。正解に近いんじゃないかな。高いところに咲く花に人々は美しい意味を与える。セシリアの花は多くの人が心の中で思う風の花でもあるからね。だけど正解と認める人が出てこないということは、まだ出題者の意図とは違うのかな。他の答えはある？間違っていたんでしょうか。やっぱりリーウェの植物、精神かな。この詩には孤高の中にも心の清く澄んだ印象がある。そう、これは私が出したお題よ。答えはまさに精神。そんな、行く秋に先を越されちゃったぞ。でも司会者さんの説明を聞いて思い出したの。セシリアの花については以前に本で読んだことがあるわ。確かにこの描写にふさわしい高潔な花だった。だからモンドのお二方の答えも正解にしたいわ。本当ですか？ありがとうございます出題者がそう言ってることだし、3名の回答者がそれぞれ1点獲得だね。やばい、行く秋に追いつかれた。おお、そうだな、その通りだ。第3問は、なんだかふわふわした字ですね。空は飛べても翼は持たず、浮いてる間は疲れ知らず、お腹はモラでパンパンで、海に落ちたらゴボゴボ拾えないもの、なんだ。オイラのだ、オイラが書いたお題だぜ。どうしたんだよ、なんで誰も何にも言わないんだ。お題が難しすぎたのか。むしろ信じられないほど簡単だと思うよ。本えはなんだ？答えはパイモンだろ？え？うん。パイモンだろ？私もパイモンさんだとばかり。実は僕も。違うぞ。どう考えてもオイラなわけないだろ。パイモン、君の背中に翼はあるかい？ない。パイモンはいつも飛んでいるけど疲れを感じてはなさそうだ。パイモンさんはよくお食べになりますから、それは旅人様のモラがたくさんお腹に消えたということかと。騎士団の先輩方が話しているのを聞いたことがあるんです。パイモンさんは海で旅人さんに助けられたと。つまりパイモンさんは金槌で海に沈んだら。ももももももも。待てよ、そこまで言われると本当にオイラなんじゃないかって気がしてきたぞ。違うんだって。オイラのお題の答えは軍玉閣なんだ。空に浮かんでいるあの軍玉閣。そうなのかい？でもやっぱり僕はパイモンの方が適切だと思う。もっと言えばこの詩にもう2つ句を足したらより完璧かな。足す？何を足すんだ？旅人サイドの優秀ガイド、みんなが称するおしゃべり上手。そんなの付け加えてもいいのか？お前もそう思ってくれてるのか？よし、じゃあ発表するぞ。このお題の答えはみんな大好きパイモンだ。うんうん。じゃあみんな大好きパイモンと正解を言い当てた全員1点獲得ね。ひひ詩の謎解きって面白いな。ゆこあきには勝てなかったけど、おいらちょっと賢くなった気がするぞ。あ、そうだ、前にあいつと趙雲が何かを調べようとしてたよな。ちょっとあいつらのところに行って聞いてこようぜ。じゃあゆこあき。おや、パイモンか。さっきはいい勝負だったね。あわや負けてしまうかと思ったよ。お、賞品をもらったのか？そうなんだ。もし欲しいならパイモンに譲ってあげてもいい。本当か？何をもらったんだ？それはね、この同種自ら提供した王城堂高級サービスプランをご購入でもう1回分タダになるクーポンだよ。パイモンたらそんなに興味を持ってくれるなんて思わなかったな。うわー、いらないいらないぞ。お前らがもらっとけよ。そうかい？なら遠慮なくもらっておくよ。うんうん、しっかりしまっておいて。このサービスのすごいところはね、呼べばすぐ来ることなんだよ。あ、運が良ければ呼ばなくても来るよ。パイモンは僕たちに用事があって来たのかい？はん、お前にじゃないぞ。オイラたちは趙雲を探しに来たんだ。なんか手伝いが必要そうだったからな。ああ、あのことか。じゃあパイモン、ここで今一度謎解きに興じるのはどうかな。お、延長戦ってわけだな。あやかしのようであやかしではなく、魔のようで魔ではない。眺望すればたゆたうごとくよりどころなく、より手はたちまちにうせて影もなし。これが何かわかるかい？それは外にいるちっちゃいお化けとか魂のこと？どうやら僕が話した方が良さそうだ。実は今朝野外で修行をしている時に人ではない何かを見かけたんだ。支えもなしに宙に浮かんで、その体は透明に近かった。僕は思った。ついにこの純陽の体を恐れない妖魔に遭遇したんだと。それで、学んできた法術を仕掛けたんだけど、全く効いていないようだった。一体何なのか近づいて確認しようとすると、それは忽然と消えてしまったんだ。それは確かに幽霊のようなものじゃなかったの？うん。あれには明確な実態を感じた。それにもし幽霊なら、僕を見た時点で逃げていくだろう。はあ、僕は軽率だった。あの時はつい興奮して、正体を見極める前に動いてしまったんだから。あれが妖魔じゃなかったとして、もし仙人にまつわる何かに手を出してしまっていたら、どうする？自分を責めるなよ。見たことのないものだったんだ。そういう反応になるのも無理ない。それに僕たちは今こうして、真相解明に最善を尽くそうとしているじゃないか。ウェンティさんはどう？趙雲の説明で何かピンときた？同志さんはどう思う？何か心当たりがあるんだ。絶対に確信があるとは言えないけど、少なくとも、リーユエで言う妖魔じゃないとだけは言っておこうかな。危険はあまりないはずだよ。うん、そうだ。この探し物を、明日のシーカ大会に取り入れるのはどうかな。外で遊びながら詩を書くのか？惜しいね。でも、丸はあげられないかな。いいアイデアって、何もないところから湧いて出てくるわけじゃないんだよ。みんな今夜はちゃんと休んで、リラックスしないとね。こいつ、もう視線が酒場に行ってるぞ！お、みんな来るのが早いな。今日は太陽が輝いてるね。あの風に舞う葉っぱが石門を越えたら、みんなに今日のテーマを発表するよ。両国シーカ握手観覧会2日目のテーマはスイクです。スイク、確か決まったルールで創作するリーユエにおける習字的技巧だったはずです。詩の穴埋めのようなものでしょうか。天と地、雨と風、大陸と青空、イノシシと甘エビ、タケノコと松茸。すでにある上の句に対応する下の句を作るんだよ。身近にあるものからインスピレーションをもらえば全然難しくないんだから。上の句と下の句が整っていて、雰囲気と韻律が対応してる必要があるよ。どんな詩のスタイルにも通ずるものはあるけどね。みんながインスピレーションの風をたくさん捕まえて、素敵な詩を作れるよう、今日は特別に採風の要素を加えるよ。採風？採風というのは、野外を歩き回って詩に書き入れるのにふさわしいイメージを集めることなの。もちろんみんな安全には気をつけてね。今月のお浄土はもうノルマを達成してるんだから、注文が増えたところでこの同種がにっこりするだけだよ。とにかくみんな自由に行動して、両国の美しい景色を楽しみながら美しい詩を考えよう。夕方にここでまた会おうね。旅人、行く秋と趙雲、それにモンドのお友達を集めてくれないかな。お願いしたいことがあるんだ。うん、昨日のことだよな。じゃ、よろしくね。簡単に言うと、これからの採風で少し気にかけてほしいことがあるんだ。本当にいいのか？僕の個人的な問題に皆を巻き込んでしまって。そんなことをおっしゃらないでください、趙雲さん。神団長は僕らに皆で協力して交流を深めるのが大会の意義であると言いました。お互いに助け合うのは当然のことです。モンド周辺の異常を調べて騎士団に報告するのも私たちのお仕事ですから。私も気にしてない。ついでにお酒の材料も集められるから。ひひ、友達と遠足に行くと思えばいいんだぞ。それなら楽しいだろ。君はおとなしくみんなの好意を受け取ったらいいんだ。分かった。みんなありがとう。この恩はまたいつか返す。それじゃあ2つのグループに分かれて行動してもらおうかな。それは探索範囲を広げるためでしょうか。それだけじゃないよ。僕たちはシーカ大会に参加してるってこと忘れないで。せっかくの財布なのに全員が同じ景色を見てたら意味ないだろう。詩の独創性に関わってくるんだからね。確かに。でもどのようにチーム分けを？そうだね、9時で決めちゃおっか。おお、ますます遠足気分だな。9時か。リーユエの方々と同じチームになったとして、果たして僕はちゃんとお話できるでしょうか。紙ならここにあるよ。誰か最初に引きたい人はいるかい？もちろんオイラが一番だ。うん、じゃあ旅人とパイモン、リオナ、ショーンが1つ目のチーム、そしてゆくあき、ミカ、ノエルが2つ目だね。ふう、ノエル先輩がいてよかったです。お二人にはお世話になるよ。いえいえ、そんな。僕もどうかよろしく頼む。みんな気をつけて。夕方にまた会おう。忘れ物はない？大丈夫なら私たちも出発しよう。うわ、あの耳と尻尾は本物なのか？モフモフしてる。うん、ディオナさんはどこか行きたいところはあるか？ディオナでいい。それに探し物をするなら趙雲、まずあんたが例のやつを見たって場所じゃない？うん、では僕がみんなを案内する。それが現れたのはすぐそこの水辺だ。ただ当時は少し霧がかっていて姿形ははっきり見えなかった。うん、景色は綺麗だけどなんだか寂しげなとこ。趙雲って普段からこういうとこを散歩してるの？散歩ではなく鍛錬に来ているんだ。鍛錬？あ、騎士が戦う訓練をするようなもの？少し違う。僕はリーウェの奉仕だから普段の鍛錬は主に妖魔を退治するためだ。例えば砲術とか。妖魔を退治？それがどれだけすごいことなのかずっとみんなに証明したいと思っているんだけど、残念ながら機会がなくて。ジョーンは1000年に一度の純陽の体っていう体質なんだ。妖魔たちは趙雲を見たらみんな逃げちゃうんだぞ。ふーん、でもそれっていいことじゃないの？いいことなもんか。妖魔に出会えない奉仕なんて型なしだ。この体質のせいで僕を詐欺師だと疑う人も多い。そのような体質は当世の奉仕に伝わる術より希少なもの。慎重すべきだ。高魔大生？あなたたちの知り合い？うん、こいつはショー、リーエの仙人なんだ。仙人？初めて見たにゃ。あ、こんにちは、仙人様。ショーで構わない。ショーもここに鍛錬しに来たの？それとも財布？この法師が遭遇した者のことを聞き、用心すべきだと思った。ゆえに来た。旅館の者には言ってある。何かあればすぐ戻るつもりだ。気にすることはない。はあ、申し訳ない。降魔大聖のお手を煩わせてしまうなんて。我はすでにこの地を巡ったが、異変らしきものは見ていない。お前が遭遇したものは、おそらく妖魔ではないか。あるいは、すでに去ったのだろう。そうか。無駄足だったのかな。何もない以上は、我がここに居続ける理由もない。そうだぞ。今は他の人もいないし、何にも気を使ったりしなくていいんだぜ。だが僕も仙人様に残っていただきたい。せっかくの機会だから、仙人様には妖魔退治のことをお聞きしたいんです。わかった。なんだかシャイな仙人様みたいね。それともリーウェの仙人ってみんなこんな感じなの？超運チームに新メンバー加入だぜ。いつの間に僕のチームになったんだ？それにもう仙人様が加わったんだから、どちらかというと。まあ気にすんなって。そういえばリオナはお酒に使う材料を探したいって言ってたよな。うん、せっかくリーウェに来たんだから、お酒に入れるものをいろいろ集めておきたいの。リーウェには節運の唐辛子っていうのがあって、喉が焼けるように熱くなるって聞いたんだけど、本当なの？お酒に入れてみたいにゃ。絶運の唐辛子を？多分飲み物にしても美味しくないと思うけど。本当？そういうのが欲しかったの。早速取りに行こう。なものなんてないの？大人は酔っ払うとろれつが回んなくなって、呼んでも答えなくなったり、そのまま床で一晩中寝ちゃうこともあるんだよ。これは全部お酒のせいなんだから。だから私、一番まずいお酒を作って、お酒がどんなに悪いものかみんなに思い知らせるの。そのためなら毎日リーウェに来て絶運の唐辛子を取ることになっても構わないにゃ。そこまでしなきゃいけないのか？当然。今までの試みは全部失敗に終わってる。あの酔っ払いおじさんたちを反省させるどころか、おいしいおいしいって絶賛の嵐なんだから、超ムカつく。そうなのか。そんなものを適当に入れて美味しくなるなんてことが？嘘じゃないよ。信じてくれないならこの場で作ってみせるから。それははっ、待ってて。まずい。本当に絶運の唐辛子を入れるつもりか？彼女の言うことが本当なら、それもある種の体質と言えるかもしれない。しかし彼女自身に原因があるようには見えません。何か他の影響によるものでしょうか？まさか妖魔？違うな。彼女の体に邪水の気配はない。むしろ何か特殊な跡のようなものを感じる。リーゆえにおいて、彼女のようなものには千円があるという。できたよ。はい、ショーにも一杯。この色はしっかり絶運の唐辛子が入っているな。どうしたの？あ、もしかしてアレルギーでもあった？安心して、アルコールは入ってないから。スライムの液体をベースに絶雲の唐辛子とカエルの足を混ぜただけ。いやいや、その組み合わせで美味しいわけないだろう。仙人様は一口で言った。高魔大聖が飲んだのに僕が飲まないのは失礼だよな。超も飲んだぞ。後でおかしくなったりしないよな。これは美味しい。確かに唐辛子の味がするのに、それがちっとも浮いていない。シャンリンが思いつきで作る料理や、ゆくあきのやつが僕をからかう時のデタラメな飲み物とは全く違う。爽やかな口当たりにほんの少しピリッとする辛み、絶雲の唐辛子の香りとカエルのしつこくない滑らかさが絶妙にマッチしているんだ。それにスライム、僕は知らなかったよ。スライムから青々とした草と清らかな泉のような香りがするなんて、自然は不思議だ。そうだろ。なんたってスライムが一番おいしいんだぜ。はあ、また失敗。でも趙雲、なんだか急に口数が増えたような。大丈夫？大丈夫だとも。なんならもう一杯いけるぞ。ディオナ、おかわり。僕は、落ち着いてきたようだ。すまない。みんなには恥ずかしいところを見せてしまった。うん、辛いものを食べても大丈夫か、私が確認しなかったせいだもん。純陽の体がこんなに大変なものだったなんて。そんな。実は僕だって、飲み物を口にするまでは、君の言葉を疑っていたんだ。はあ、なんだかこの二人って意外と似てるな。ん？そう、どうかしたか？あそこを見ろ。葉っぱ？葉に何か書かれている。ここからそんなのわかるのかよ。今にも飛んでいっちゃいそうだぜ。本当だ、詩が書いてある。高魔大聖は目もすごくいいんだな。どれどれ。初めて好きな人に出会った時のことみたいだ。だが最後の内容を見る限り、二人は結ばれなかったようだ。なぜ落ちた葉に詩など書く。流れる水に心はない。落ちた葉が流されてしまえば、詩はそのまま沈んでいたかもしれない。理解できない。間違いない。確かゆくあきも前にそんなようなことを言っていた。言えなかった、あるいは伝えられずにいた言葉も、文字にすればシーカに託すことができると。泉に向かって秘密を打ち明けるようなもの。私も小さい頃はそういう風にしてた。そうは言っても、この作者だってやっぱり誰かに見てほしかったからわざわざ書いたんじゃないのか？はあ、いっそ私たちでこの詩の返事を書いてあげるのは？でも誰が作者かなんてわからないし、どうすれば？上流へ行けばいい。上流？墨の跡を見るに書かれてから間もないようだ。この落ち葉は流れを下ってきた。ならば同じ水域をさらに遡って放てばいい。おのずと書いたものの居場所を通るだろう。うわ、落ち葉を流して詩を返すなんてすっごくロマンチックだな。でもその人がうまく拾える保証もないでしょ。それならたくさん書いていろんなところから流してみよう。努力は人を裏切らないというだろう。きっとどれか一つは見てもらえる。他に方法もなさそうだ。じゃあ早速取り掛かろうぜ。上流上流、何を書くかもう決めたか？お、さすが旅人だな。じゃあオイラこの葉っぱを流してくるぞ。伝えられずにいた言葉、このまま沈むに任せるのは惜しい。我はシーカには明るくないと。葉っぱを流してきたぜ。ちっちゃい船みたいにゆらゆらしてたぞ。あと何箇所か流してこよう。暗くなる前に海上に戻らないといけないから急がないと。よーし、出発。なにコソコソしてるんだよ。なんか内緒話でもしてるのか？なんでもない。ただこの行いが無駄にならなければいいと思っただけだ。うん、悪くない風景だ。一つこの辺りで財布と行こうか。ここを拠点にされるんですね。お待ちください。すぐ皆様のテントをご用意します。いやいや、僕たちインスピレーション探しに来ただけじゃないか。そんなわざわざ。では皆さんの安全を確保するために僕は周囲を一通り偵察してきます。ついでに薪と食材を確保できないか見てみますから。待った、偵察？周辺環境の観測に進路の確保、どちらも野外行動における基本ですから。こんな風に出かけるだけでもモンドでは随分手の込んだことをするんだな。2人にとってはごく当たり前のことみたいだ。ここでおかしいのは僕の方か。分かった、それなら僕もミカさんと偵察に行こう。え、あ、その、はい、早く何か話題を考えないと。景色、天気。承知しました。それでは拠点は私にお任せください。行明さんはよく財布にお出かけになるんですか？うん、家にいて気分が晴れない時はこうして外に出かけるよ。儚い人生の中で一瞬のいとまを得るというやつさ。なんだかすごいですね。あそこに薪がありますよ。これと僕が持参してきた食材があればそれなりの昼食をご用意できるはずです。ミカさんは野外で生活する術に心得があるようだ。恐縮です。僕はセピュロス騎士団の一員として大団長の下で遠征を経験しました。そこでは観測や地図を書くのが仕事だったんです。ほほう、それはまるで小説の登場人物みたいだ。剣を手に各地を旅する。そんなに大層なものでは。恐ろしい敵と相対した時だって僕にできたのはより実力のある方にお任せすることだけでした。それは謙遜というものだよ。義教の真意は武にあらず心なんだ。どこにいるとか功績の多い少ないというのは関係ない。他人を助けようとする義の心があればそれは義教と呼べるんだ。ゆくあきさんのお話は少し難しいですね。でも同時に僕が今まで考えもしなかった視点です。もしもし、どうかしたかい？そろそろ戻った方がいい。あんまりノエルさんを待たせても良くないからね。あ、そうですね。お帰りなさいませ。すべて順調でしたか？汗をお拭きしましょうか？いえ、ご心配には及びません。周囲に危険は見当たりませんでしたので。ノエル先輩の料理の腕前はさすがですね。どれもとても美味しかったです。ああ、実に感服したよ。まさか外にいてこれほど体の芯まで染み入る料理をいただけるとは。お口に合ったようで何よりです。ゆくあき様は普段お外でどんなものを召し上がっているのでしょう？いつも僕はこっそり出かけるから簡単な携帯食が関の山でね。あとは道中で果物でも取ってご機嫌な昼下というわけさ。こっそりというのはつまりお家の方に黙ってお出かけになるのですか？その通り。まあ時々は用事があると嘘をついて出ていくこともあるけどね。それはもし見つかってしまったら反省室に閉じ込められてしまうのでは？そうだからバレてはいけないんだ。そういえばお二方は偵察の折どんなお話をされていたんですか？ゆくあきさんと僕は義教について話していました。今思うとゆくあきさんの理屈に照らせば僕はノエル先輩こそ義教の化身だと思いますね。私ですか？ノエル先輩は普段騎士団で熱心に人助けをされているだけでなく外で訓練をされる際もモンドの住民たちを助けています。以前巨大な岩が道を塞いだ時もノエル先輩は剣の一撃でそれを真っ二つにして文字通り道を切り開いたことがあるんですよ。おお、それは確かに狂信だけでなく武義を兼ね備えていると言えるだろうね。急にそのように褒められると照れてしまいます。そろそろ財布の本題に入りませんか？フータオさんはイメージを集めるとおっしゃっていました。ですが僕たちがやったことといえば薪を集めてご飯を作ったくらいで何を書けばいいのかまだ分かっていません。何でも書いていいんだよ。石箔を見て自分の心も玉のように明るく澄んでいるのだろうかと感じる時もあれば芸商花を見て、その美しさを人の聖水に重ね、いつかは枯れてしまうのだろうかと悲しくなる時もある。自分の内なる感情を外にあるものと結びつけるということでしょうか。その通り。これはたくさんある方法のうちの一つだ。ほら、ご覧よ。橋の上で女性が欄干にもたれて遠くを眺めている。彼女が何を思い悩んでいるにせよ、流れゆく水さえその悲しみを洗い流せない。あら、あの方とは昨日会場でお会いした気がします。私たちに詩の謎解きを出してくださいましたよね。ご挨拶に伺いませんか。形は精神と共にあれ。どうも、お嬢さん。また会えるなんて奇遇ですね。こんにちは。皆さんもここにはインスピレーションを探しに？ああ、自己紹介させてもらうよ。僕は翌秋。こちらの二人はノエルさんとミカさんだ。昨日は謎解きの鬼に便宜を図っていただき、ありがとうございました。大したことじゃないわ。皆さんが楽しんでもらえたなら何よりよ。私はカリロエ。カリロエさんはフォンテーヌからいらっしゃったのですか？ええ、この辺りには旅行できたの。たまたま石門でシーカ大会が開かれてるのを見て、つい興が乗ってしまって。カリロエさんの昨日のお題は実に独特な趣があって印象に残ったよ。もしかしてリーユへの詩を専門に研究していたことがあるのかい？全然そんなことないわ。道中でいろんな人たちとおしゃべりしているうちに自然と身についたのよ。とっても飲み込みが早いのですね。なるほど。この橋に足を止めているのは、流水から詩作のインスピレーションを得ようと？詩にはまだ取り掛かっていないのよ。ただ静かで平和だなと思ってつい見とれてしまってただけ。ならそろそろいい時間だし、僕たちと一緒に会場まで戻るのはどうだろう。夕方の大会に間に合うようにね。いいの？お邪魔にならないかしら。話しながら歩くのもいいものだよ。そうして得られるインスピレーションもきっとあるさ。私もカリロエ様の追句から学ばせていただけることがあると思います。そう言われてしまったら遠慮する必要もないわね。やあ、一つ目のチームが戻ってきたみたいだ。時間通りだね。あれ？他はまだ戻っていないのかい？ほら、急げ急げ！間に合ったんだろうか。君たち、一体どれだけ遠くに行ったんだい？みんな息を整えて。さあ、深呼吸しよう。吸って。大丈夫、大会はまだ始まってないんだからさ。よかった、間に合ったぜ。本当に疲れた。早く飛べばそれだけ疲れるんだ。しかもおいらたくさん葉っぱを流したんだからな。さっきから手がプルプルしてるぞ。ちょっと運動不足なんじゃない？あれ？横秋たちってば一人多いじゃないかよ。そうなんだ。こちらはカリロエさん。みんなも昨日会ってるはずだから、紹介は不要かもしれないけどね。こんにちは、皆さん。こんにちは。ヒヒ、助っ人がいるのはお前らだけじゃないぞ。オイラたちだって。あれ？ショーは？いつの間にいなくなったんだよ。ショー、出てきてくれよ。ショーってば。古本。役者が揃ったみたいだから、早速。おや？もう一人の司会者が来てないじゃないか。ふんふんふん。おんどりは早起きしないといけないし、山柄は夜には寝ちゃうけど、王女堂々したるこのフータオはお呼びとあればいつでも来るよ。もう2日目だぞ。いつまでその大げさな前工場をやるんだ。いやパイモンは分かってないね。別に私のためにやってるんじゃないよ。こちらの特別ゲストをお迎えするためなんだから。風同士の規制雄大なやり方にはいつもながら感心させられる。おや、これは本当にサプライズだね。これは勝利先生、ご無沙汰しています。ゆくあき様、こちらの勝利先生とは名の知れたお方なのでしょうか。ああ、勝利先生はあらゆる分野において深い造詣を持ち、リーユエ校でも指折りに人望の厚いお方なんだ。では紹介するね。この人は王城堂の角形、勝利さんだよ。上は天文、下は地理まで古今文化、歯科転籍、なんでも知ってると言っても過言じゃないの。まあ私の部下とはいえ実力は申し分ないからね。今回はわざわざ審査員として来てもらったってわけ。過分な言葉だ。俺は古い詩をいくつか知っているに過ぎない。これからする論評に遺漏や誤りを見つけたら、ぜひ遠慮なく指摘してくれると嬉しい。はい、そんなに謙遜しなくていいから。緊張してるのかなって思われちゃうよ。思うがまま遠慮なくコメントしてくれていいからね。ああ、そうさせてもらおう。ではどれ ?1234 どっちのチームも人数は同じみたいだね。私も数に入ってるの？わかった。あなたを助けると思ってやってあげるにゃ。フォンテーヌから来てくれたお友達もいるし、名前は三国シーカ握手観覧会に変えた方がいいかもね。そんでもってよく見たら、パイモンをそのまま一人分でカウントしちゃうのはどうなんだろう。旅人チームが若干のハンデを負うことに。この同種が参加しよっかな。大事な時にちょこっと手伝うくらいなら皆さんもいいでしょ。もちろんだ。賑やかであるほどみんなが楽しめるんだし、それは風同士だって例外じゃない。それじゃあ決まりだね。観客の皆さんも好きなチームを応援してください。じゃあ僕が点数をカウントするってことでいいかい？ああ、そんなのいらないって。チームを分けたのはあくまで形式的なものだよ。友人同士競争関係なんてないんだからね。勝利審査員同士の言う通りだ。モンドやフォンテーヌの友人たちにリーウェの確率や規則を強いてしまうのはいささか窮屈だろう。握手歓談会である以上、インスピレーションを始まりとし、歓談に落着すべきだ。おのおの思う存分楽しんでくれればそれでいい。ふう、よかった。ドキドキしていましたが、ルールが厳しくないようで助かりました。あらら、司会のセリフを審査員に取られちゃったよ。じゃあ司会役はこのままウエンティさんにお任せしちゃおうかな。もちろんいいよ。新たな友に旧友さんたち、深呼吸して新鮮な空気を吸って。はい、シーカ大会第2ラウンド追句、いざ開始。ならここはまず僕の切削から一つ。上の句、新月圏の個室に入りて孝子百味を喫する。もう思いついた。さすがだ。新月圏と来たら対になるのは瑠璃亭君？最初のお題からめちゃくちゃ難しいぞ。真は9、いや5か。そういえば前修行でそんな名前の場所を通った時、やけに天気が悪かったっけ。あ、思いついた。古城園の料亭を出て来光千本を目する。すごい、趙雲のやつ答えたぞ。ああ、新月圏はリーウェに名を馳せる料亭で、一方の古城園は天衡山にあるもの。両者が等しく場所を指すため対となれるだろう。加えて上の句の悠然とした雰囲気に対して下の句のそれには危うさがある。これは絵としても対になるものだ。あれ、あの日のことをそのまま言っただけなのに、なんだかまぐれでいけたみたいだぞ。そういうことなら僕からも上の句は、志に命運あり、軽作に隠れ、眼下に絶運を望む。趙雲のやつ、今日はなかなかやるじゃないか。この句の大まかな意味は、高い志を持つ者が姿勢に身を隠しながらも星雲にのし上がろうと気を伺っている様だ。地名で全体をつなげていく発想はかなり斬新と言えるだろう。徳は赤白のごとし、芸章をまとい、胸中に瑠璃を秘める。すごいぞ、ノエルが答えた。良い句だ。人の特攻が高尚であり、透き通った心の純粋な様を石に例えている。こちらは物の名前で全体をつなげており、見事な出来と言えるだろう。素晴らしい追句だったね。財布の折に行明様からいただいたヒントのおかげです。それでは私からも上の句を。上は火口の向かいから、下は湿原の適州まで、ただカニ味噌豆腐を一皿求めて。カニ味噌豆腐？どうしたんだディオナ、下の句を思いついたのか？うんうん、みんな難しい詩を出しすぎ。私理解するだけで時間がかかるんだから。でもカニ味噌豆腐って聞いたら、なんとなくミントベリージュースが浮かんできたの。多分最近似たような飲み物を混ぜたからかも。北は星落としの岸から、南は風吹く野原まで、さらにミントベリージュースを2杯加えて。さすが旅人さん、みんなが称賛するだけあるわ。こんなにすぐ下の句を思いつくなんて。上下の句は共に各地の風物や特産に詳しくなければ出せないものだ。二人は旅をする者としてすでに己が足でそれらの土地に足跡を残したのだろう。どう、私も少しは役に立った？ちょっとかっけーってば、さっきから褒めてばっかりじゃん。もっと人を疑ってかからないと。怒らせちゃうかもとか思わなくていいよ。この私が盾になってあげるから。ではもう一つ聞いてもらおうかしら。精神に心はなくても、それは人々の心を癒す。精神が持つ薬効の側面を指しているんだろうか。どうすれば対になるんだ？夢は夢でなくとも不浄の夢に安らぎをくれる。夢？そんなのもあり？ほう。では同志に代わって聞かせてもらおう。なぜ精神の対を夢としたのだろうか。おお、おいしい料理を食べると夜もぐっすり眠れるってことだな。やるな。これもまた上出来だ。得点に値する。うん、値する値する。もう素敵な審査員がじゃんじゃん点をあげちゃうからね。でもみんなさすがに真面目すぎるかな。もっと弾けてもいいんだよ。ほう。それなら風道主、僕の上の句に応じてほしい。天に月あり、月満ちれば家族も喜びに満ちる。地に飯あり、椀によそえばお腹も肉で満ちる。そんな返しが。これすなわち無常対。上下の句の意味は関係ないが、言葉の一つ一つは一応基本にのっとり対をなし、それぞれ一体となっている。普通の対句に何ら劣ることはない。お話が長いよ、かっけ。点数はくれるのくれないの？無論与えられるべきだ。ケーキ800里、敵かに問う。いずくにかきりならんや。日の獅子20金、鍋に怒る。いずれにや入らむ。なんだって？これが無常対っていうのか？なんだかオイラでもできそうな気がするぜ。私も一つ思いついた。ドドリアン、ドドコよりほろ苦い。わあ、すごくかわいい髪の毛だな。スイートフラワー、バーバラよりスイートじゃない。ん？こちらのお友達の熱意がこっちまで伝わってくるようだよ。でも否定になってるのだけが惜しいかな。じゃあボンボン爆弾、ボムボム売りよりやかましいとかどうでしょう。おや、モンドからのお友達はとっても才能があるね。よかった。やっと一つ答えられました。焚き火パチパチ、炉を温かくしてお茶香ばしく、胸に抱くは清泉の心。すごいぜ、ノエルがまた一つ読んだぞ。早く、お前が一番得意だろ。オイラが？わかったよ。やってやろうじゃないか。焚き火パチパチ、炉を温かくしてお茶香ばしく、雷雨ゴロゴロ、剣冷たくして心痛まず、叩きのメスは強風のコア。本当か？いいよ、実にいい。厳しい環境で強敵に挑む姿がありありと見えるようだよ。誰かとのんびり読書をするっていう上の句の雰囲気ともちょうど対になってるしね。そうか。もしかしたらオイラ実は才能があるのかもしれないぞ。どうやらこれ以上俺が論評する必要もなさそうだ。だってば、あの後また何個も答えられたぞ。お前も当然聞いてたよな。私も楽しいひとときを過ごさせていただきました。まさかニーユへの追句がこんなに趣深いものだとは思いもしませんでした。ノエルは今日すごかったな。追句のお題を何個も出してたろ。特に清泉の心のやつ、おいら危うく答えられないかもって思ったぜ。カリロエさん、どうかしたかい？お疲れなのかな？さっきから調子が良くなさそうだと思ってはいたけど。大丈夫よ。気遣ってくれてありがとう。一つ皆さんに聞きたいことがあるの。皆さんはもしかして清泉の心の物語を読んだことがあるの？僕はまだ読んだことないけど。パパが読んでくれたことあるよ。確かとある泉の精霊と男の子の物語だったよね。はい、遠い故郷を離れた泉の精霊が月の光の下で少年と出会うところから始まります。少年は精霊に心の内を話し、彼女もまた彼の物語に耳を傾けました。時間が経つにつれ、少年は精霊に恋心を抱くようになります。ですが当時彼女は人間の愛を理解できず、約束が悲劇になることを恐れました。それでこの後に口づけをするシーンがありましたが、ティオナ様のお父様はどのように説明されたのでしょうか。泉の精霊は少年のところからいなくなって、再び姿を現すことはなかったにゃ。あ、はい、その通りです。やがて時間が経ち、少年もだんだん年を取ってしまいました。ですがそれでも彼はその出会いが夢ではなかったと信じ続けたのでした。なんだか悲しい物語だな。そうね。今のを聞いて皆さんは泉の精霊をどう思った？彼女の決断はまさしく善意によるものだったと僕は思う。けれど結果としてその善意が誤解を生んでしまったのは残念だ。もし仮に今でもチャンスがあるとしたら、精霊はもう一度少年に会った方がいいと思う？今？それは物語の少年がおじいちゃんになった後でもってことか？そうだとして少し遅すぎるのではないでしょうか。もしお二方がまたそのせいで心残りを作ってしまったら、ごめんなさい。僕はちょっと悲観的すぎるのかも。おいらがその少年なら、そうだな。やっぱりもう一度精霊に会いたいと思うぞ。どれだけ年をとっても好きな人だもんな。そう。おや、にぎやかだね。新しい追句を考えてるな。僕の助けが必要かな？金融野郎、お前はちゃんと司会に徹しろよな。お前が参加してきたら追句を考える楽しみを独り占めされちゃうだろ。まさかパイモンが僕をそんなに買ってくれてるなんてね。でも残念、追句遊びはもうおしまい。明日のイベントはね、自由詩作だよ。それは自分で書いた詩を皆さんの前で読むんでしょうか？その通り。自信がないならウェンティ先生の詩作集中クラスに申し込んでくれてもいいよ。今からでも間に合うからね。参加いたします。僕も参加したいです。宣伝は置いといて、自由ってどのくらい自由なんだよ。ルールが全くないってことか？それはもちろん最大限の自由だよ。体裁も内容も全部心から考えたものであれば何だって詩にしていいからさ。どう？これは胸に秘めた言葉を吐露する絶好のチャンスだと思わないかい？自由すぎるのも考えもんだぞ。おいら旅のことも書きたいし、旅人が作ってくれたおいしいご飯のことも。はっ、カリロエも来るよな。おいらお前が書いた詩を読みたいぞ。ええ、いいわ。私にも参加させて。うん、僕は鼻が痒くなり始めたことだし、今日はここまでにしよう。みんなも帰ってアイデアを練りつつ、いい睡眠をとってね。また明日。あれ？なんだか人が減ってる気がしないか？二人ともおはよう。ゆくあきは真剣に詩を書きたいとかで少し遅れてくるそうだ。ノエル先輩も今日は他の任務があるらしく、待たずに始めてよいとのことでした。しょうがないな。じゃあカリロエのやつはあいつも来てないのか？私は結構早く来てたけど見かけてないよ。青い髪の女性だろ？朝方修行していた時、敵下州に近い橋で見かけたんだ。少し落ち込んでいるみたいだったから声はかけられなかったんだが。落ち込んでる？どうしよう。まさか昨日オイラたちが間違ったことでも言っちゃったのかな？ちょっと心配だぞ。僕も賛成です。もしカリロエさんが何か困っているのでしたらお役に立ちたいですから。みんな行くの？じゃあ私も一緒に行く。ではまず橋の近くから探そうか。みんな早めに会場入りしたからまだ少し時間があるはずだ。うん、さっさと済ませてすぐ戻ろうぜ。あれ、ここは昨日僕たちがカリロエさんとお会いした場所です。その時もカリロエさんは何か思い悩んでいらっしゃる様子でしたが。オイラたちが葉っぱを流したところもこっからそう遠くないぜ。葉っぱですか？そういえば昨日は追句に夢中で言ってなかったな。そんなことがあったのですね。ふと思ったのですが、カリロエさんがその葉っぱを流したという可能性はありますでしょうか？お？なんでだ？あ、ごめんなさい。特に根拠はなくて、ただの憶測なんですが、あの時のカリロエさんの悲しげな様子が、その詩にある雰囲気に似ていたように感じて。そうだな、言われてみればここも上流だ。あれ見て、あっちあっち、また葉っぱだよ。あ、本当だ。しかもまたまた字が書いてあるぞ。早く追いかけようぜ。ゃアイも飛んで拾ってこれないの？え？でもオイラ泳げないし、うっかり水に落ちちゃったら。止まった。字は読めそうですか？滲んでしまっていませんか？まだ読めるぞ。どれどれ。あれ？この内容、昨日返事した詩と関係あるように見えないか？きっとオイラたちが流した葉っぱを拾ったんだ。泉少年。見た感じ、カリロエが書いたってのも間違いじゃないかもな。本当にあの物語が気になってるのね。実を言うとさ、最初にカリロエを見た時から思ってたんだけど、あいつってもしかして水の流れに風の影響を加味すると、皆さん僕についてきてください。すぐにあいつを助けよう。見切りました。かかれ。静粛に。裁きの雷捕まえた。見切りました。天理チョーク。糸よ、工作せよ。よっこれは僕があの日見た。人ではない何かじゃないか？あれ？どうして皆さん私のことをそんな風に見つめるの？あ、もしかして私の姿が。この声は確かにカリロエさんですね。どうしてこんなことに。ちょっと待ってて。思ったより早く消耗しちゃったのかな。これは一体どういうことだ？ひょっとしてカリロエさんは仙人にまつわる何かなのか？いいえ、ずっと黙っていてごめんなさい。私は遠い昔にフォンテーヌから流浪してきた純粋精霊。純粋精霊？あ、大団長から聞いたことがあります。フォンテーヌ、先代水神の眷属であり、先代水神の逝去を受けてフォンテーヌを離れ各国へと散っていったという。その通り。でも正直なところ、私は自分がどうやってここにたどり着いたのかさえうろ覚えなの。故郷の景色なら溺れげに脳裏に残っているけど、道中の光景はどうしても曖昧で、モンドに着いた当初のことも力の大部分を失ったせいで安定した実態すら維持できなかったことしか覚えていないわ。最終的に私は清泉町というところにとどまり、少しずつ力を回復していくことにした。そこは静かで綺麗なところで、水も透き通っていて純粋だった。あの場所に住んでいた人たちの心と同じくらい。あなたが清泉町の泉の精霊だったわけ？そうよ、ディオナ。あなたのことを覚えてるわ。小さい頃、夜中によく泉のそばまで来て私に話しかけてたでしょ。本当に？私のこと騙そうとしてにゃんよね。僕はてっきり清泉町の伝説に過ぎないとばかり。あなたのお気に入りだったお魚の抱き枕、バブルスっていう名前だったわね。その通りにゃ。小さい頃のあれは夢じゃなかったんだ。ってことは葉っぱに書いてあったのってそういうことだったのね。私が流した葉を拾ったのはあなたたちだったの。ええ、清泉の心に書かれた泉の精霊とはまさにこの私のこと。どうりであれだけ気にしてたわけだ。じゃあ物語の男の子ってフィンチのことよ。昔からずっと私は人々の夢の話を聞くのが好きだった。美しいもの、悲しいもの、それに当時の私では理解できなかった感情に満ち溢れたもの。ある夜にとある男の子が泉に来てくれた。その涙はどんな月光よりも儚く、どんな梅雨の玉よりも純粋なものだった。私は人間が好きで彼らのことをもっと知りたいと思っていた。それにあの涙に秘められていた私がまだ知らない感情の正体を知りたかったの。ええ、星空の下で会おうと約束を交わし、いつも互いに自分の物語を分かち合っていた。時には勝負もしたわ。どちらが先に梢で最初に鳴く鳥の声を聞けるか、夏のセミが初めて鳴く音を聞き分けられるか、そんなことを夜通し。わあ、なんだかいいな。でもその後のことは本に書いてある通り、当時私はフィンチの目から答えることのできない感情を読み取ったの。純粋精霊の運命は人間と異なると私はよく知っていた。自分の鈍感さのせいでフィンチに将来後悔の物語を書かせてしまうのは嫌だったの。だから私は逃げた。二度と彼の前に現れないように。カリロエ。私の力の回復が遅いから、何十年が過ぎた今になっても実態を維持できるのはほんのわずかな間。かつてはフィンチが前へと進んで夜空の星々が全て消える時、私と再会してくれることを望んだ時もあった。でもこれほど多くの物語を見た今、これほど多くの夢を見た今、少しずつだけど私はフィンチの気持ちが理解できるようになった。この彼に応えたいという気持ちが胸に絶えずこみ上げてきて、もう抑えられそうにないの。でも私は同時に恐れてもいる。今彼に会ったとしてもたらせるのは失望と離れざるを得ないという苦痛だけなのではと。本当に難しい選択だよな。どうかあの人に会いに行ってくださいませんか。え？僕はフィンチおじいさんのことを知っています。とても優しい人なんです。測量のことを学んだばかりで困難続きだった僕をよく励ましてくれました。気を落とさずにまたやってみようもっと冒険してみようと言ってくれたんです。それに彼はよく昔話をしてくれましたが、残念そうな表情や悲しみ、後悔の類を一度だって見せたことはありませんでした。それにあれほど冒険好きなフィンチおじいさんが今でも毎日水辺に佇んでいるんです。まるで何かを待ち続けているように僕は信じています。フィンチおじいさんがカリロエイさんへの思いを大切にしていることを、いつの日かまたあなたと再会できるのを待ち望んでいることを。あなたもフィンチおじいさんに会いたいと思ったのなら、もう迷うことなんてないじゃありませんか。え、つい興奮してしまって。ただこのことは絶対に言わないといけない気がしまして。分かったわ。そしてもう決めた。帰ってピンチに会ってみるわ。本当ですか？それは良かったです。けれど皆さんに協力してほしいことが。おう、何でも言え。どんなことでも大丈夫だぜ。私と一緒に清泉町に行ってピンチを私のところまで連れてきてくれる？実態を維持できるのももう長くないから、他の人にさっきのような姿を見られてしまうのは。任せて。私フィンチおじいちゃんとは昔から知り合いなんだから。それとどうか私とフィンチのためにこのことを秘密にしてほしい。清泉町の水が騒がしくなってしまうのは本望ではないから。ああ、僕も秘密にすると誓う。カリロエさん、僕も約束します。ええ、皆さん本当にありがとう。どうしたんだ？もう大きな水の玉に戻っちゃいそうなのか？いいえ、どうか私の迷いを許して。決断はしたものの、心の内をうまく伝えられるかどうか考えたらまた。分かった。ピンチのために詩を書くわ。お題はそうね、清泉の心としましょう。大丈夫ですか？まだ大丈夫。ただ今の状態を維持するのはもう難しいかも。じゃあカリロエイはここで待ってて。すぐフィンチおじいちゃんを連れてくるから。慌てないでディオナ。フィンチだってもう年なんだから、あまり歩かせたらかわいそうよ。私はまだ耐えられる。わかった。でももう少しの辛抱だから。ディオナではないか。今日は随分と早かったな。今日はちょっと事情があって。おじいちゃん、ちょっと私と来てくれる？おや、どこへ行くのかね？すぐそこ、滝のあたりだよ。ディオナ、狩りの成果でも見せてくれるのか？もうついてきてってば。大事なことなんだから。だが俺はお前さんの父さんと戦略があってな。ピンチおじいちゃんってば。ああ、分かった分かった。そうせかすんじゃない。ついていってやるから。うん、ほら手を貸してあげる。やれやれ、まさしくドゥラフの娘だな。こうなると父親そっくりだ。こっちだよフィンチおじいちゃん。ゆっくりでいいからね。おや、これは一体みんな集まってどうしたんだ。ミカまでいるのか。最近どうだ、仕事の方はうまくいっているかい。それに外国の方もいるようだな。俺はまだボケてはいないつもりだが、今日は俺の誕生日だったろうか。フィンチおじいさん、はじめまして。僕は趙雲。皆さんとはシーカ大会で知り合ったんだ。そしてこちらはフィンチ。この声はカリロエ。まさかまだ覚えてくれていたの。覚えてるさ。覚えてるとも。忘れられるはずないだろう。だがあの時のお前さんとは少々変わったように見えるな。当時はまるでおとぎ話から飛び出してきたような感じだったが、おっと何を言っておるんだ。おとぎ話の精霊ならどんな姿でもおかしくはないな。こんなに時間が経ったのに、相変わらずあなたは私を笑顔にさせるのが上手だわ。お前さんが夜しか姿を現してくれなかったものだから、俺は全て夢だったんじゃないかと疑っていたんだぞ。とても長い間待たせてごめんなさいフィンチ。長くない長くないさ、あっという間のことだったからな。フィンチ、あなたのために詩を書いたの。聞いてくれる？詩？お前さんが詩を書いたのかい？もちろん聞こう。お前さんの言葉なら何でも喜んで聞くとも。では、これから読み聞かせるのは泉の精霊の物語。Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over. May the dancing petals sweeten your slumber. At dawn, I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing. But I was a stranger to the melody of mankind, and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew. But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote. As seed yearns for soil and trees for the sun, a once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now, I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust. そうだ。これが。お前さんも初めて目にした時の姿だ。本当に長い時間が過ぎたんだな。リンチ、私は。ああ、分かっているよ。お前さんの死が全て教えてくれた。ありがとう、リンチ。どうかこれを受け取って。とても綺麗だな。私の力を凝縮した一粒の雫よ。ピンチ、私は人間のように実体を持つことができないから、あなたの隣にはいてあげられない。次に人間の体に変われるのがいつになるのかもわからない。でもあなたがこの雫を持っている限り、私たちの心はずっとつながっていられる。たとえどれだけ距離があっても。私は永遠に清泉と共にある。これからも私を呼んでくれるのなら、夢でまた会いましょう。こんなのロマンチックすぎるだろう。お前さん、本当にいろんなことを覚えたんだな。まったく、子供たちがまだ見ているのに。気に入らなかった？気に入らないわけがないだろう。これ以上幸せなことなど存在しない。むしろ幸せすぎて怖くなってきたよ。このまま眠りについたら二度と目覚めないかもしれない。え、そんな冗談さ。お前さんはどうやらまだまだ学ばなければならないものがいっぱいあるようだな。そうなのかしら。ピンチおじいちゃんとカリロエ、すっごく嬉しそう。いいな、ディオナ。ピンチを連れてきてくれてありがとう。あなたという友達のことを永遠に覚えておくわ。私たち昔は結構お話をしたけど、私お邪魔じゃなかった？そんなことないわ。あなたはこの星空の下にいる私の数少ない友達の一人だったから。あなたにあげた贈り物もきっとあなたと共に成長していくでしょう。ディオナが作る飲み物が何でも美味しくなるのは精霊による祝福だった。僕の純陽の体も誰かから授かったんだろうか。この体はもうじき消えてしまうわ。ピンチ、どうしたんだい？あなたと出会ったこと、あの夜あなたに話しかけたこと、一度たりとも後悔したことはないわ。この長い時間の流れの中で一度たりとも。俺だって同じさ。人々の言い伝えには一つ間違いがあった。あの夜私はあなたに口づけをしなかったのだから。だから今制約と愛を象徴するこの贈り物をあなたにあげるわ。もういいぞ。彼女は言ってしまった。なんだよカリロエのやつ。まださよならを言ってなかったのに。フィンチおじいちゃん大丈夫だ。彼女は少しも遠くへ行ってはいない。言っていただろう、清泉と共にあるとな。俺たちの周りに、夢の中に彼女はいるんだ。おや、帰ってきたね。なんだかつきものが落ちたみたいだ。風道主なら一足先に刺繍を出すんだって息巻いて言っちゃったよ。今頃自由試作の原稿が届くのを待ってるんじゃないかな。彼女曰くこれはサービスの一本化らしいよ。どこに行ってたんだい？ずいぶん待ったんだぞ。インスピレーションが足りなくて急遽探しに行ったんだよね。道中素敵な詩に出会えた。吟遊野郎、お前まさか最初からと。そうそう、オイラたちに美味しいご飯をご馳走してくれる約束だったもんな。あれ、そうだっけ？いいよ、そこまで言われちゃったらちょっと逃げられそうにないね。じゃあディオナに美味しいドリンクを作ってもらおうかな。はっ、絶対嫌って普段なら言うんだけど、今日は機嫌がいいから特別。うん？結局君たちは一体何をしに行ったんだ？なんだいこの僕だけ仲間外れな空気は。そうか、気のせいだ。深く考えすぎるなって。そうですよ。僕たちはその財布のために少し遠いところに行っただけです。ほう、ミカさんまでそんな風に言うとは。長英、こっそり僕に教えておくれよ。今思い出したんだけど、君が興味を持ちそうなお化け屋敷があってさ。断言しよう、今度こそ君の純陽の体は通用しないぞ。気持ちは嬉しいけど今回は遠慮しとくよ。僕はこの純陽の体もそんなに悪いものじゃないかもしれないと思い始めた。え？どういうことだ？間違いない、やっぱり何かあったんだ。